春日神社参道でございます。はい、今来てないね。ここの石垣見ておきましょうか。また松山城の石垣はここだけかね、こんな見れるのは。あら、反対は近代やんか。これはだいぶ古いぞ、これ。これね、ただ石がね、どうも切り石じゃないんでね、ちょっと古いかな。一番新しくなるとね、もうかなり切ってますからね、きれいにね、揃えてますからね。まあまあちょっとね、ここもね、この石垣。いやー、やっぱりちょっと荒いね、組み方が。いっぱいの間詰めてるからね。浦島城まで590m。反対から上がっても、どれぐらいだったかな、600m ぐらいだったか。ここね、これ、この石ね、石垣。これもそうかね。あの上は違うな、あれ木は、まあ、あれダメだな。あれはちょっと近代ですね、残念。あれ近代でございました。あと門跡見たいんやけどね、もう12時半でございますから。これから右行った方がいいかな。よし、まっすぐ行ったね。メイン通りは後で通ろう、車で。これもなかなかいい建物でございますね。はい、いいよ。あっとるかね、道。にっこり、にっこりさん。あれ、行き止まりやん。こっちか。電池持つか、電池。これはそのもんかね。松山西口も反対からちょっとね、西口も撮りましょうか。はい、これが西口門でございます。城屋と、ああ、きれいな城屋とか。で、宇田川の橋がかかってます。いやー、宇田川の、あら。これは棒でございましたね。あ、一応水流れてるのか。これが。松山城の西門でございます。あ、護岸工事、きれいに晴れとんだけどね。はい。案内図でございます。行ってみましょうかね、西口門。西口関門だってな。400年前はそのままかね、これ。お城の方みんな壊しておいてね。はい、お城の方石垣も何も壊してもらって、何にも残ってないよね。これはいけないな。こっちはね。あれ、あそこは。あそこはね。城の。石垣が残ってるね。
これ一本東の道かね。雰囲気全然違うね。